リカルドは、オーストラリア GP の母国グランプリでの予選最初のセッションで敗退し、この結果について、自身のパフォーマンスとマシンの速さに、厳しい見解を示した。この週末、リカルドは、特に厳しい試練に直面した。トラックリミット違反により、彼の素晴らしいラップタイムが無効とされ、Q1 での敗退が決定した。これは、彼にとって、アルバート・パークで Q1 を突破できなかった初めての事態であり、 彼の予選進出を期待していたものの、結局、18番グリッドからのスタートを余儀なくされた。リカルドは、チームメイトの角田祐希が8番グリッドを獲得したことと比較して、自分のマシンから、さらなる速さを引き出すことができなかったと述べた。この事実はリカルドにとって驚きであり、彼は、自身が、全力を尽くしたにもかかわらず、それが十分でないことを認めざるを得なくなった。さらに、リカルドは、 マシンのセットアップ変更によって、サウジアラビア GP 後にパフォーマンスが向上したと感じていたが、Q1 での失敗により、その確信を失った。彼は、自分がドライブした感覚とラップタイムが一致しないことに苦悩し、改善が必要な点を特定するために、さらなる分析が必要だと考えている。F1 専門家のナオミシフは、リカルドが、マシンの問題点を正確に理解していないことが、彼の状況を さらに複雑にしていると指摘した。リカルドが自身の車に対する洞察を深め、具体的な改善策を見つけ出すことが今後の彼の挑戦となる。リカルドにとってこの厳しい週末は彼自身とマシンの能力について深く反省する機会となった。彼は日曜日のレースでの巻き返しを誓い、自分自身とチームにとってより良い,い結果を目指す決意を新たにしている。コメント、リカルドは オーストラリア GP の母国グランプリでの予選最初のセッションで敗退し、この結果について、自身のパフォーマンスとマシンの速さに、厳しい見解を示したという記事。リカルドは、チームメイトの角田祐樹が8番グリッドを獲得したことと比較して、自分のマシンから、さらなる速さを引き出すことができなかったと述べた。改善が必要な点を特定するために、さらなる分析が必要だと考えている。懲りないですね。 参戦連続ですよ。負けるたびに、長々と言い訳を行う。英語のことわざで、イップ、ハズ、ノー、クワリフィケーション、ザット、登クス、アバウト、ザ、ブラベリー、ブユーについて語る資格なしというのがあるようです。さらに、F1 専門家のナオミシフは、リカルドが、マシンの問題点を正確に理解していないことが、彼の状況を、さらに複雑にしていると指摘した。RB の CEO、 ピーター・バイエルやレッドブルのクリスチャン・ホーナーが、リカルドは、角田勇気に負けているが、いいフィードバックをもったらしているとよく言いますが、自分の問題点もわからないドライバーが優れたフィードバックをもったらすことがあるのでしょうか